こんにちは、あきこです。今日もインドからお届けします。今日は、カードを皆さんのために引きたいと思っています。で、今日ちょっと告知なんですけど、スターシードカフェですね、スターシードサロンでやってるスターシードカフェで、セッショニスタっていうセッション受け放題の、フェスサービスがあります。で、それは60分間のうちに、セッション受け放題、だいたい10分間のセッションを5、6個受けることができるっていう感じのサービスで、で、明日そのイベントがありますので、ぜひ皆さんに来ていただきたいなと思っています。で、スターシードカフェって六本木にあるんですけど、今緊急事態宣言が出ちゃったりとか、コロナのね、そういうのがあったりするので、今回はオンラインのみでセッション受け放題のそのサービスをやります。まあ前からやってるんですけど、いつもは店舗も使いながらやってるんですけど、今回はオンラインのみで、そんなどうやってそういうのをやってるのかって思うと思うんだけど、結構ね、いろいろ試行錯誤 しながらみんなで考えてくれて、本当にこの60分間のうちにいろんなセッション、いろんな種類のセッションを受けることができますので、よかったらね、興味ある方受けていただけると嬉しいです。あとでまた最後にね、告知したいと思っています。なかなかね、やっぱね、今の自分自身の、なんて言うんだろう、これからどうしようかなとか、何かこう岐路に立っている方とかには、やっぱそういうセッションとか、しかもいろんな種類あるから面白いんじゃないかと思いますので、ぜひぜひ受けてみてください。で、今日は皆さんに対するメッセージを、カードで引いてやっていきたいと思います。じゃあちょっと待ってくださいね。皆さんに対するメッセージをお願いします。これね、いろんなカードがあって、ギャラクティックルーツカードっていうんですけど、ちょっと待ってくださいね。で、またちょっとこんな感じかな。じゃあ行きます。だーっと見えるかな。じゃあ3枚引きますね。どれにしようかな。このカードが主張してきてるので、これと見えるかな、これね。あとはこれも主張してきてます。そしてこのカードですね、3枚、3、ちょっと今用意しますね。はい、それでは、カードの方ですけれども、 A、B、C ですね。 A、B、C と思ってください。こちらのカード A、B、C ね。ここから自分自身が今どういう状況なのか、そしてこれからのことを占うカードになります。じゃあ最初この A のカードを引いていきたいと思います。本日の A のカードはこちらのシリウス、創造的コミュニケーション、現在のカードですね。今ちょっと読んでいきますね。はい、ではこのカードですね、61番、創造的コミュニケーション、シリウスのカードですね。このカードは、このね、ギャラクティックルーツカードっていうのはこの本がついてるんですけど、これがね、すごいんですよ。もうね、このまま読んだ方がいいんですね。私がいろいろごちゃごちゃ言うよりも、この宇宙の英知についての学ぶことができますので、あなたに対する宇宙からのメッセージですね。で、このカードを引いた人はシリウスのエネルギーがすごく強いっていう方みたいで、このカードがリーディングに現れた方は、生まれながらのチャネリング能力を持つ人がよく引くカードですね。かなりチャネリング能力が高い、まあ、スピリチュアルな能力が高い方です。で、このカードはあなたがチャネラーだった頃の過去世、シリウスやその他の過去世を指しているのかもしれません。あとはイルカとか、クジラとか、とにかくそのシリウスのエネルギーとの、ご縁がすごくある方みたいなんですね。だからご自身のによって、そのなんて、自分自身がかなり、周りにこう、なんて言うんだろう、ヒーリングしている、自分の存在によってすごく癒しをいろんな人たちにしてあげてるんだよということを示しているカードになりますね。で、このカードに関しては、も
もしあんまりねチャネリングとかヒーリングとか、私何もやってないしとか、あとそのスピ能力もないしって思ってる方の場合だとすると、もっとこう普段の中でこういう能力をもともと使ってる、自分自身はもともと使っていたりとか、まあ心を開いたり自分の感覚を開いてスピリチュアルな能力であったり感覚をどん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 研ぎ澄ましていくといいよっていうような感じですね。うん、で自分自身が心を開くことによってどんどんあの能力も開花してくるみたいだから、このカードを引いた方っていうのは、今までの自分自身の能力が本当に全開に解放する時が来ていますので、どん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 自分自身の感覚を研ぎ澄ましていくことで、生まれながらのチャネラー気質というか、あのかなりスピリチュアル能力も高い方だよっていうことで、自信を持って進んでくださいっていうようなカードが出ましたね。はい、じゃあ次のカードいきます。はい、それでは次のカード B のカード、じゃん、103番、エササニ星のパラレルのカードが出ましたね。面白いね。エササニってあのバシャールのあのエササニ星ですね。このカードが、現れたら、エササニっていう星は、まあどういう星なのかっていうのは、スピリチュアルな自立している星で、完全にバランスが取れている、まあ、陰と陽の統合されていたりとか、自分自身の心と体がもう統合されている、完全にバランスが取れているあの星の存在みたいなんですね。で、ちょっと待ってね、ゼータとゼータレクチル と、地球人のハイブリッドの星なんですよ。だからかなり進んでいるあの星の存在、まあエササニっていう感じだと思うんですけど、ですね、このカードに関しては、あなた自身がその統合するっていうことはもうあのかなり統合が進んでいるっていうことと、幻想を超えて目覚めるために必要なことを、まあ、やり続けるっていうのかな、今いろんなワークとかやったりとか、自分自身の統合を一生懸命やってる方とか多いんじゃないかと思うんですけど、ここに関してあなたがあの歩みを止めないというか、やってることは本当にあのすごく成果が出てきていますし、それがあのいろんな人たちの道しるべになっていく、あなたの感覚とか、行動、あとはその受け取るものっていうのは宇宙から来ていて、かなり、あ、今そうですね、やっぱりちょっと耳鳴りというかボワーって来てるから、エササニのエネルギーが来てるますね。こんなことでね、うん、不思議な、やっぱりちょっとこっち側からワーって来てる感じがあります。エササニにすごく縁がある方、あとはゼータレティクルとか、この辺りの、エネルギーが強い方たちなんだと思うんですけど、ご自身が、今あのいろんなことがあると思うんですけど、かなり統合っていうものがあの進んできている方ですね。そしてその自分自身の感覚っていうのは最先端でもあるから、そこに本当にこう自信を持って進むっていう感じです。今現在のところで言うと、まあこうシフトというか、自分自身のアセンションとかその統合っていうのは順調であるよっていうことですね。そして自分自身の感覚はかなり三センサーの感覚を持っていますので、そのまま直感を受け取りながら進んでいくっていうふうにやっていただくといいと思います。エササニのエネルギーが強いんだね。でこれ見ていただいてるものっていうのは、全てがあのこの星っていうよりも今この星の影響が強いよっていうようなカードになりますので、参考までに聞いてくださいね。じゃあ次いきます。はい、それでは次 C のカードいきます。じゃん、シリウスのカードです。95番シリウス、道を示すカードです。はい、でこのカードは、ちょっと読んでみますね。本当にね、皆さんの前で引いていますから、シリウスが2個出てますけれども、この方もシリウスのエネルギーが今強いってことですね。で、道を示す。シリウス人はリーダーになるべきか隠れているべきかについて葛藤を感じていました。まあ、過去のシリウス人の話ですね。あなたは、そういう選択をしていたあの時期がそのシリウスの中であったっていうことですね。うん、で、しかし成長を遂げた今、シリウス人はリーダーになることは攻撃的支配的で、役割を取ることではないと知っています。シーンのリーダーはハートから
そして宇宙意識と一体となった明晰な内なる方向感覚から人を導くものです。あなたも遥か古代にこれについて葛藤を抱えていました。今こそこのカルマ的パターンを手放し、リーダーまたは道を示すものになることへの恐れを捨てるべきです。捨てる時です。人を導くために特に何もする必要はありません。あなたがただそこにあるだけで十分です。あ、これはあれですね、もうはっきりしたカードが出ましたね。このカードを引いた方っていうのは、まあ、正義感が強かったりとか、まあ、どうしても何かそういう役割になったり、何かをしなければとかね、あの人を引っ張っていかなければとか、何かこう自分自身がそういう立場になりやすかったりとかあるのかもしれないんですけど、あなたがあなたでいればいいよっていうことと、やっぱりそのなんて今のこういう時代ですから、何かをものすごくしなくちゃいけない使命感からね、何かをしなくちゃいけないような気がするんですけど、意外とそれはもうシリウスの過去世のパターンであって、あなたがあなたでいることの方が、あの、まあ、本当の真のリーダーというか、自分が自分でいてあげると、要はさ、あの周りも自分を生き出しますから、そのあたりをこのシリウスの過去世から、自分はもう学んでいますので、そこのあたりのところをあの強くはっきりと示しているカードになりますので、今現在の状況を見ていただきながらあの話を聞いていただければいいと思うんだけど、自分が自分であることに集中するっていうことですね。で、シリウスのその時代の過去世のような、どうしても使命感ですね、使命感、リーダーシップを取る立場になってしまったりとか、何か、まあ、家族の中でもそうですけど、そういうような家族の中で何か自分がやらなくちゃとかね、なんかそういうような環境になりやすいのかもしれないけども、そこから抜けて自分自身のペースでいる、自分を大事にするっていうことをやっていくといいんじゃないかと思います。 OK、 はい、じゃあ本日のカードは、こちらのねシリウスのカードが2枚とササニのカードが出ましたね。面白いでしょう、本当にね。カードってあの、まあ、この文章がね、あのいろいろ書いてあるカードもいろいろあるんですけど、このねギャラクティックルーズカードっていうのは、もうこの本が圧倒的にここから学ぶことが多いので、私はこの本を読んでるだけでもあの本当にすごいな。まあ最近売ってないかな。だからね、こういうカードとかってあの気に入ったものがあったら早めに買っとくといいと思うんですよね。すごいなんか売れちゃってるみたいで、あんまりないみたいですよね。ぜひね、なんか参考にしていただけたら嬉しいです。ちょっと読み解くのに、あのこのギャラクティックルーツカードは特に、私は本をすごく参考にして読み解いていくので、あのちょっと何言ってるか分かんなかったかもしれないけど、参考にしていただけたら嬉しいです。で、あと、スターシードカフェですね。スターシードカフェのイベント、明日、13時から18時って言ってたかな、セッション受け放題のイベントやりますので、ぜひね参加していただけると嬉しいです。3333円で、やっぱかなりこう今の自分自身について聞いたりとか、あとはヒーリングを受けたり、いろいろなこうセッションがあるんだなって、あとはいろんな人たち、サロンのメンバーがあのセッションしてますので、いろんなことできる人がいるんだなとか、見ていただけると面白いんじゃないかと思います。で、スターシードカフェっていうカフェもあのね、やっぱり今コロナ禍の中で、なんて言うんだろう、すごいなと思うんですよね。コロナ禍の中で、あの店舗っていうとこがさ、やっぱり少し営業が自粛されちゃったりとか、いろんな、なんて言うの、できない時に、今そのバーチャル、去年からバーチャルの融合をやっていたので、こういうイベントがバーチャルだけで、セッションイベントをやるっていうね、あのそういうことができるっていう感じになりますので、ぜひぜひ参加していただけると嬉しいです。じゃあ最後に、今日一日皆さんへのカードを引きたいと思います。楽しくなっちゃって。これです。完全に委ねるですね。これ。完全に委ねるリラ。今日一日もう完全に委ねちゃいましょう。あなた、あなたでいること以外に大事なことはありませんから、完全に委ねる。宇宙に委ねる。そうすれば、まあ、これは実は抵抗しないってことなんですよね。委ねるっていうのはやっぱり抵抗したくなるんですよね。どうしても自分は、あ、でもあれやんなくちゃ、これやんなくちゃとか、これ、って、これが要は抵抗なんだけど、もう委ねちゃう。宇宙に委ねちゃいます。
ヤギ見てますみたいな感じで、とにかくこうぼーっとしたりとかリラックスする時間をとっていただくといいんじゃないかと思います。リラ、あ、ことざ未来だもんね。やっぱリラっていうのはこの今特にこの開拓してたんですよ。この宇宙を開拓していくときに、開拓のエネルギーなんだけど、やっぱり開拓していく中で、今の地球もそうですけど、どんどん開拓して新しい時代になってますけど、やっぱりリラっていう星も委ねながらいろいろ学んできて、その未来っていうところが出てるっていうのは、リラはそれですごい、まあ、悟ったというか、委ねることが最善なんだなっていうところまでやっぱ行き着いたっていうことを私たちに今教えてくれてますから、委ねちゃう、やってみてください。ではまた撮ります。ではでは。